皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、掃除をすると流れが運気が変わるという話をしてみたいと思います。皆さんはね、お掃除好きですか？私はもともと綺麗に基本保ちたい方なんです。綺麗にね。ただやはり家のね、環境とか、まあ家のね、状況とかがあってなかなかできないようなケースがあったりとかですね、まあ長年住んでるうちにだんだん汚くなってきてとかっていうこともあるんですけれども、やはり綺麗な状態保ってると、仕事もはかどるし、心もね、清々しいいい気持ちになりますね。で、掃除、特に水回りとかはやっぱりカビとかね、ああいうのを見るとなんかすごいブルーな気持ちになっちゃうので、なるべく水回りとか特にね、清潔にするようにしているんですけれども、忙しいとですね、まあお掃除が至らない時とかあるんですよ。そうするとですね、やっぱりそういう状態を見ることになるので、少しやっぱ心が疲れる感じになります。だから特に最近ですね、大掛かりな、リノベーションを自宅しまして、全面改装みたいな形で今その家で暮らしているんですけれども、綺麗を保つようにするっていうところで、私昔からね、観葉植物がすごい好きだったんですけど、まあ、配置上前の家の時にはあんまりこう観葉植物をいっぱい置いてっていうのが難しかったんですけど、今の家ではそれができるので、まあ、結構鉢物5個6個ぐらいと切枝物8個とか10個ぐらい置いてあるんですけど、2日にいっぺんそれぞれに水あげたり剪定したりとか水の入れ替えをしたりとかやっているんですが、まあそれだけのね、ものがあると、まあ、1、2分じゃ終わんないですよね。持ってきて水入れ替えて元の場所に戻すみたいな。ただなんかそれがね、ちょっと儀式みたいな気分になってて、要は綺麗にするっていう時に、まあ、例えば枝を切ったりとかですね、水を入れ替えると淀んでる水とかがね、当然綺麗な水になるから、やっぱね、すがすがしい感じになるし、植物が元気にすくすく育っていくのを見ると、なんかすごい気持ちもね、晴れていくような気がします。はい。なのでそういうお掃除とか気を整えるっていう時間として、ちゃんと一日の、まあ、朝なんですけどね、やってるのが劣るっていうのもいいなというふうに最近特に思っています。新しい家に来てからね、はい、そういう習慣をやるようにして、でポイントはやっぱり汚れを溜めると洗うの大変です。だから溜めないように、割とこまめにやってると、そんなにものすごい時間がかかるわけではないので、水回りを中心にですね、綺麗にしたりとか整えていると、自然に感情とか気持ちも整う印象があるので、ぜひお掃除はおすすめしたいなというふうに思います。特に女性の場合には、これ何かの本でね、読んだんですけど、お手洗いですね、そこは女性、まあ夫婦だったら女の人で、お風呂は旦那さんがやると運気が上がるというふうに言われていますので、まあトイレの神様とかいうね、言葉もあるぐらい、すごく大成功している経営者の方とかも、トイレ掃除ね、会社のトイレ掃除を社長がやるみたいなところもありますので、はい、私もトイレ掃除はね、まめにやっていますけれども、やはりそのあたりがね、綺麗だと気持ちがいいので、すでにできてる方はそのままで、やっていない方はね、少しずつでも綺麗にしていくと、同時に心が整う印象がある、イメージがありますので、ぜひ頑張ってみてください。それでは。